本州と淡路島に囲まれた大阪湾。古くは魚の庭と書いて何庭の海と呼ばれた恵み豊かな海だ。夏、あの魚が釣り人を魅了する。よいしょ、おー、来ました。美しく輝く銀色の魚、タチウオ。まさに刀のようだ。タチウオは立ち泳ぎをしながらイワシなどの小魚を追いかけ、下から襲いかかる。この習性を利用して天野にイワシなどを巻きつけ誘う。今回は数よりも型で勝負。120センチを超える巨大タチウオ、大阪湾のドラゴンを狙うのは地元関西のタチウオキング吉田翔平さん、東京湾の沖釣り名人松本圭一さん、そしてご存知イカ先生こと富所淳さん。3人の名手が豪華共演。釣りテクニックの限りを尽くし、夏一番のドラゴンに挑む大阪湾の天野タチウオ。大阪府南部の泉佐野市、副都心臨空タウンで知られる。大阪湾に浮かぶ人工の島、関西国際空港。その目と鼻の先に太刀魚釣りの拠点がある。8月上旬、3人の名手が集まった。久しぶり。お久しぶりです。ようこそ大阪へ。よろしくお願いします。はい、吉田翔平さんは関西のタチウオキング。ホームフィールドは神戸沖。3年前大阪湾のタチウオ競技会で優勝した。富所淳さんはイカ釣りのスペシャリスト。はい、パラソルサイズです。素晴らしい、ね、大きいでしょ。東西のタチウオ釣りにも精通、釣りを科学する名人だ。松本圭一さんは東京湾の沖釣り名人。大物を次々に釣り上げてきた。その中にはドラゴンも。大阪湾の天野タチウオは初挑戦。状況的にはどんな感じですか？そうですね、今入ってきたてでもうポツポツ釣れてる感じですね。じゃあこれからって感じ。これからって感じです、はい、じゃあ僕らはね、今シーズン僕は初ですし、松本さんは本当に初なんで、初めて感じ。ちょっとね、はい、ちょっとドキドキですけど頑張って釣らせてください、はい、お願いします。釣れると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも天野は明治の初め、瀬戸内の漁師たちがタチウオの釣り針に重りとして鉛をつけたのが始まりと言われている。それが70年代大阪湾で釣り具として進化。今や色も形も多彩だ。午前3時、夜明け前から船を出す。シーズン序盤でもあり、大阪湾に北上するタチウオは少ない。しかも狙うは大物。難しい釣りが予想される。向かったのは淡路島洲本沖。神戸と洲本と赤松とって言ったらもうこれ三大ポイント。もうやっぱり数より肩狙ってるんで今。ピカピカ光ってる。
タチウオはイワシやイカ、エビなど何でも食べる。大阪湾ではイワシやサンマがよく使われる餌だ。吉田さんは特製イワシ。何が特製なのか。塩とあとちょっとあの噛んだ時に味あるように旨味調味料とかそこまでちゃんとやって。そうですね。塩でイワシの身が締まり餌持ちが良くなる。旨味調味料は吉田さんのこだわりだ。松本さんは東京からイワシを持参。大きいイワシ持ってきて、要するに関東、東京湾で使ってるサイズのイワシ。向こうはいつもやってる釣りがね、どのくらいこっちで通用するのか。大阪湾と比べて東京湾のタチウオが好むイワシは一回りサイズが大きいのだ。てんや、すごいですね。てんや、もうどれから行く？グローゼブラ、イワシ。ちょっととりあえずグローで行く。グローで行きますけど。富所さんと吉田さんが選んだのは海の中で発光するグロータイプ。松本さんは東京湾で愛用する大きめのテンヤ、フラッシュゴールドの一択だ。東京湾サイズの大きなイワシ、頭から腹綿を落としまっすぐに取り付け、針金をぐるぐると巻きつける。トレーなどに置いておくと餌持ちも良くなり船を汚さずに済む。40号のグローカラーですね。ベータ行ってみます。よいしょ。富所さんは釣り船が用意した冷凍イワシ。今季初大阪湾なんでちょっとドキドキですね。今水深が93メーターで、上の方にねまだちょっと時間的に暗いんで浮いてるかもしれないです。そこから探っていいですか？裏が1回で、あの水面ぐらいまで、うん、広げ探ってみて。タチウオは夜行性の魚。昼間は深いところで過ごし、夜は餌を求めて浅場に浮上する。50ぐらいのところに反応がありますね。ね。まずは どういう誘い？今はジャックアンドステイって言ってチョンチョンチョンってやってピターですね。チョンチョンチョンピター。あとは例えば普通にこう巻いて止めてとか、くるくるピターとかでもいいんですけどね。で、竿が 8-2 なのでこう食い込みも良くて、まあ誘えてっていう、まあてんやの竿の一番スタンダードなね。で、9-1ってなるともうちょっと硬くてもっとキビキビ動かす。で、7-3になるともうちょっと優しく誘うみたいな。なのでまずはオーソドックスな 8-2 でちょっと使ってみて、当たりがあるかどうか。吉田さんもスタンダードの 8-2。松本さんは柔らかい 7-3 だが、優しい誘いには見えない。激しくロッドを動かしていた。これ点がこうなってるだけです。竿が柔らかいからちょっと大きく動いてるように見えるけど、実際は震えるぐらいしか動いてない。これが松本さんの東京湾スタイル、バイブレーション調法だ。お、当たった。24メーター。24メーターですか、うん。へえ。やっぱりね、こういうことね。当たってんの？先生当たってんの？今24メーター。当たった24。触ってる。富所さんの竿先に注目。わずかに震えた。どこで合わせるか。よいしょ。あ、スタートから神経戦ですね。神経戦ですか。神経戦だね、これ。
あ、ほら尻尾かじられてるでしょ。これはなかなか、なかなかですよ。ちょっとね、腹のところもちょっと噛み当たるんですけど、もうほとんどもう尻尾だ。これだけクッて引き込まれると合わせてもかかんないですよね。ひたすら誘うが、水面までやってて食いは渋い。雨来ました。土砂降るで、ほんまにこれレーダーに映るぐらいからかなりぐらい。この状況攻略できるか。時折雨を降らせた雲の隙間から日が差してきた。釣り始めからおよそ2時間3人の名手に未だ一本の釣果もない。なのかいないのかもうわからないです。まだ一発でも当たればなんとか手を考えるんですけどね。触らないといないのか、それともやる気がないのかまで情報がないと何も判断がまだできないみたいな。そうそう、ピッカピカのイワシが上がってきますね。なんせ餌が綺麗なまんまなんでなんかこう当たりがないんだけどかじられてるとかになるまさにやろうか。船長が動いた。洲本沖から南下、由良沖に移動した。富所さんは天野を変えるという。これは、はい、紫ゼブラ。大阪湾はこのゼブラとグローが実績カラーなんで、まあ今はとりあえずこの2つでやってみるみたいな感じで。大阪湾で言うたらグローあったら1個あったらいいよねぐらい鉄板ですけど、ね、はい、東京湾行ったらグローは別になくていいかなみたいな。あ、本当ですか、うん、そんな違うんですね。そんなに違う。144m です。由良の沖合ですね。もう紀伊水道抜けていく手前の一番深いところですね。だからやっぱ入って木出しなんで、うん、こっからこうね来たらでかいと思います。来てほしいわ、ね、北端海峡の由良沖、ドラゴンの実績もあるポイントだ。新たなポイントでも松本さんは東京湾スタイルを変えない。触ってる、触ってます。お、食い込んだ。おっ、かかった。かかりました。ドラゴンではないですね。ドーンって来るような感じじゃない。まあまあ幸先よく。ちっちゃい子ですけど。関西の太刀魚キング吉田さん、1本目。今年なんかこういうの混じってますね。結構ね、神戸沖行くとこのサイズ目立つんですけど、これ横を貫通しなかったら逃がしてあげても帰っていくと思います。もうちょっと大きいの狙いたいと思います。触った。触りました、うん、まだいる。当たってる。当たってる。ほら、当たってますね。これは引けそうなやつですか。おっしゃ。何メーターできます。70。よいしょー。やった。大阪湾今シーズン初太刀魚です。ありがとう。やりました。さすがっすね。松本さん考え込んだ。そして コンパクトで発光する天野を手に取った。
取り付ける餌も大阪湾の小さなイワシ。ちょっとグロー行ってみる、行くか。あのここらのやつな、あのほんまにガッチャガチャするやつあかんねんて。あのほんまにもう基本の、ま、巻いてるだけの釣りみたいなことをした方がいいだよね。当たってきて底合わせるから 100% あかんで。船長のアドバイスを受け誘いも変えた。大きな決断だった。結構勝ってんじゃないの。よかった、来た。しかもいいサイズじゃないですか。釣り開始から4時間、松本さん待望のヒット。いるやん、すごいのがいるよ。いるいる、すごいのが。やった、オッケー、釣れた。やった大阪湾初の太刀魚。おめでとうございます。ゴーにいればゴーに従え、グローにがいいよって言うからグローにしたら釣れました。餌もそう、フレーズさんのやつで。大阪湾で初めてのタチウオ。東京湾の沖釣り名人は東西の違いを改めて実感した。午前8時30分、潮の流れがおかしい。ラインが海の中の大きな力に引っ張られる。おお、ん、寝がたびか。魚ですか。魚ですね。お、で今もうほとんど当たり分かんなくて、糸がねこれ今すごいんですよ。97メーターなんですけど、今120メーター出て、でそこから誘い出してるんですよ。だから30メーター近くいっぱい糸が出てるんですよね。そうするともうこんなになっちゃってるんで、そうするとこう糸吹けを取ってまっすぐにしてる間に食っちゃうやつも中にはいて。由良沖は水深が深い海峡の海。上層と下層で潮流が逆になると糸は数十メートルもたわむ。難しい状況下の釣りだが、来るぞ来るぞ。あ、来た。お、なんだ、タチウオかな。よっしゃー、あ、タチだ。あータチですか。こっちはタチだった。まあこれはちょっとね可愛いんでちょっとリリースしてあげますね。はいはい、タチウオでした。あ、でもちょっとマシ、ちょっとマシですか、うん、あ、尻尾が尻尾切れてるけど、うん、タチウオはね共食いするんでね。尻尾ね噛まれて治ってきてる子ですね。もうここがねバサッと、もう今噛まれたっていう時はてんやをもうタチウオからタチウオシルバーとかにね色を変えるとよりアジャストするんですけど。さてここでタックルボックス拝見。3人の名手にとって釣りを成功させる万全の装備とは。結構シンプルですよ。ロッドキーパーでしょ。ロッドキーパーですね。あ、僕ロッドキーパーね使わない派ですね。使わ、まあ、特に競技の時は使わない。あ、使わない、ね、やっぱ手返し考えて。はいはいはい。もともと関東は特にすごい多い地域なので、はい、使ってることですね。皆さんお持ちなんですね。そうですね、ほとんど。と移動する時も立ててるっていうよりはここにね寝かしてる人の方が多いですね。うん、あとはまあ関係丸ですよ。関係丸ですね。これはもうやっぱり水の中見えちゃいますからね。はい、関係丸は。やっぱりめちゃくちゃ便利です。天野田地方でもやっぱり、ね、必ず使いますね。釣り方変える時にもすごいいいきっかけになるんです。はいはいはい、パッと流し替えた時に反応が全然違ったりとかすると、はい、うん、あ、これはもうちょっと今まで、渋いようなゆっくりとしたような釣りをしてたとしてもパンと反応を見た時にちょっと速い釣り試してみようかなっていうきっかけになるんです。なるほどね。あとは、まあ、リール、電動リール、電動リールいろいろあると思うんですけど、まあ、今回は僕は200と600ですけど、僕も今回は200と600、ただまああの釣りだとやっぱり600の方が
ラインギャパーだったんですかね。そうですね、安心して使えるかな。切られるっていうのを、ね、考えると糸巻き量の多い糸の方が、まあ、いいですね。これが600、そうですね、両方600で来てますけどね。工業機の場合でしたら、まあ、朝エリアもあるので、はいはい、まあ、200でもいいかなと思います。あとは予備のリーダーだとか、はい、ハサミとか、そんなとこですよね。リーダー、ハサミぐらいですね。リーダーのセッティングなんですけども、はい、例えば PE の先ですね、はい、どんな風にシステム組んでるか。フロロカーボンの7号ぐらい、7号を1メーター50、もしくは2メーターぐらい取ってますね、はい、1メーター50から2メーター、はい、で、スナップですね、はい、松本さんは7号かな。7号で指より短めで1メーターくらいが多いですかね、はい、あとちょっと調整するんで1メーター50ぐらいまで、はい、でその先にあの16号とかを掴みやすい長さぐらい、ライトリーダーっていうよりは抜くときに細いと関東結構でかいのが多いんで、はい、切れるしないですか、ね、うん、テーピングテープ巻いてで先に太いとつけてるっていう感じですね。なるほど、うん、で僕は PE から、8号ですね。8号を3メーター、多分これはちょっと珍しいかもしれないんですけど、僕あのリーダーのところまで、しっかりと巻き込めるようにしてるのと、はい、あと3メーター取ることによってあの傷ついたらどん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 カットしていくの で僕は基本バイトリーダーはなし、はい、あとは指サックですね。もう魚は抜き上げるときは指サックをつけて、はい、常にこうつけてはる。僕は常につけてで釣り線ずっと釣り線、あれは慣れだと思う。だバイトリーダーつけるかつけないかですよね、はい、つける方も例えば松本さんみたいにそのバイトリーダーっていう概念じゃなくって抜き上げ用につけるって方もいますし、はい、自分がどう考えてそれをつけるかつけないかだけかなと、はい、なのでそれが正しいかどうかっていうのはその人がやりやすいかどうかかなっていうふうに思います。3人を乗せた釣り船は由良沖付近に止まっていた。松本さんは戸惑っていた。わからん分かんないし。当たりました？当たったっすけど。何メーターぐらいで当たりました？110メーター。110、あ、いるあ、東京湾ではめったにない潮の流れ。あ、祭ってる。ちょっと待って。それでもなんとか2本目。潮の抵抗がすごいですね。やっぱ違いますか、うん、いや、やっぱ30メートルぐらい浮き荷とか出るんですよね。だからなんかちょっと慣れないと何やってるのか分かんない感じ。起き上がりまで6時間、果たしてドラゴンを釣ることはできるのか。大阪湾を知り尽くした吉田さんは無言の釣りで海と語らう。当たった。よっしゃ。なかなか食い込まないですね。これはこれで楽しいんですけど、確かに、はい、今のは巻きがけっぽいかかり方でしたっけ。キュッてやったらもうグッと入ったんで、そのままクリクリッと巻いた。やっぱりマサイですね。これを底掛けしてるとやっぱ口切れちゃいますね。これが3本目、いい方が釣れた。エンジンがかかってきたか。松本さんは海を探り出した。91の硬いロッドに変え、沖釣りで鍛えたさまざまな誘いを試していた。すると来ましたよ。釣れた。釣れました。ヒットを連発。今日一でもかさっきと同じぐらいかな。2枚塩とか3枚塩っぽいから、ちょっとまあ多少ちょっとメリハリがつくぐらいの感じで動かしてるんですけど、
まあ、いろいろ試してはいます、うん、松本さんの釣りを見て富所さんも91の硬いロッドに変えた。今あの関東でやってるバイブレーションチョコってやつですね。チョン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 って言ってやってたらそのままポーンって食い上げてってなったんで、だったらもうちょっとしっかりその電野を動かすっていう意味で91のちょっと固めの竿に変えて、もう本格的にバイブレーション用のタックルでちょっとやってみたいと思います。イメージはもうずっとこう電野を踊らせ続けるっていう感じですね。全然、まあ、止めを途中でこうやって入れてもいいんですけど、僕は基本あんまりこう止めを入れずにずっとこう天野が踊るのをこうイメージしてる感じですね。バイブレーション調法は東京湾生まれの釣り方だという。あ、来ました。食った。収まりましたけどね、さっき。おいよ、今中間速がね14ぐらいなんですよね。あんまり無理しないようにして今はちょっと設定してますね。おうおうおう、小さいともうちょっとスピード上げて15、16、17、18、まあ、20ぐらいまで上げちゃうんですけど、あんまり無理すると今上がりが浅くて切れることが多いので今は14にしてます。おー、来ました。今ね、もう本当バイブレーションでしたね。もうちょん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 って止め入れずにやってたらそのままパーンって食い上げましたね。吉田さんも続けざまにヒット。引きがね、本当に強いんでね、夏場の太刀魚で、かかりが浅かったらもうその引きだけで切れちゃうんで。かかった。おお、よし、じゃあこっちも来たよ。来ましたか、ダブルヒット。おお、富所さんに続いて吉田さんにも見事ダブルヒット。よいしょ、はい、来ました。あー、かっこいいな。松本さんは取り逃がし、トリプルヒットならず。ヨシは今ジャークしないでもうチョンって上げて、あ、もうチョンチョンチョンって上げて、でまたくるって巻いて、そしたらチョンって上げて、僕の方はね完全バイブレーションでいってポーンって突き上げたんで、そのままスーッと落としてって、その場で天野をパタ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 ピタッってやったら、コンって感じでしたね、うん、いやよかった。でもいい魚ですね。よかったです。はい、やりました。2人を祝福しながら黙々と釣り続ける松本さん、その時だった。はい、魚だな。これはかかったで、これはかかった。大物には間違いない。お、来たぞ。お、でかいでかい。やったー、ナイスサイズ。やったー、やったー、来ましたよ。それは確実でしょう。やったー、ドラゴン。ギラギラ輝く銀色の巨大魚だ。120センチを超える太刀魚、ドラゴンなるか。いざ計測。怖いな。はい、115ぴったり、100115。惜しくも5センチ届かず、リアドラゴンに終わった。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、今日はどうでしたかね。まあ難しかったです。難しかったですね。確かに難しかったですね。そうですね、うん、でまあちょっと数釣りっていうのをあの置いといて、うん、今回ちょっと肩狙いの方にチェンジしたんですけれども、まあ、見事にお二方にやられてしまったかなという感じで。と、はい、いうことで松本さん、はい、やっぱりね潮の複雑さ、あの2枚3枚以上みたいな、はいはい、あれにちょっと戸惑って最初は何してんだか分かんない感じ、はいはいはい、それが少し緩くなると多少分かるじゃないですか、うん、でなんとなくなんとなくっていう感じで、
ね、なんとなくって言いながら、まあ、そしてなんかポツリポツリ釣れましたね。ポツリポツリと言いながら、うん、最後にあのね、そうですね、この、まあ、僕ら、まあね、よしもよく分かってると思うけど、はい、このスタートの走りの時期で、うん、あのね、まあ、ドラゴンには届かなかったけど尻尾が、はい、でもね、ちくしょうって羨ましいと思いながら僕ら見てましたけど、はいはい、まああれはね、本当ラッキーパンチで東京湾でもやりたいですね、はい、せっかくね、今ね、今ね、もう一度ね、肩勝負でやりたいですね。今度ヨッシーが今度東京湾来て、はい、ね、東西、はい、多中交流をですね、深めていきたいなと、ね、ぜひ思いますので、はい、ね、ぜひその時はまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、松本さんも今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。名手たちは太刀魚釣りの魅力を全身で教えてくれた。いつの日かきっとドラゴンに出会える。大阪湾が銀色に染まる季節は始まったばかりだ。